エイデンとは、一般的には電磁を経営すること、もしくはその土地を指すが、なら、平安時代に、監視、検問税や、不合創によって、直接経営された電磁のことを指す場合がある。本校では校舎について解説する。エイデンの語は、古くから存在し、電量にも見やに由来すると考えられている、機内関元百兆の設定があり、区内省の干渉下で増用を利用して、 工作させていた。奈良時代後期以後、財政が悪化するようになると、監視によるつくた活動が盛んになった。一方、これとは別に検問税やや不合層の中でも、エイデンの拡大に乗り出すものがあった。経営主である監視や、検問税や、不合層は、種子、栄養、農具などを準備して、直接工作者を指揮監督して、 収穫は原則としてすべて経営主のものとなった。官が主体となって経営する、エイデンを、公営デン、検問税屋や富豪層が経営する、エイデンを、市営デンと称する。ただし、公営デン、市営デンにも種類があり、公営デンは、官デと公電に分けられて、後者はさらに、経営主体によって、国営デンと小営デンに細分化され、市営デンは、形式としての区分はないものの、 経営主が中央の検問のものと地方の不能のものとでは規模が異なっていた。こうしたエーデンを経営することは大きな利益をもたらす反面多額の費用も要したと考えられている。高エーデンの場合、その財源は諸国の省税をもって当てられたとみられている。省税は毎年遂行を行い、その収益によって数量の維持、拡大が図られ、 時代が下るにつれて水戸は中は租税化していった。一方、市営殿の場合には、経営主の資材を持って当てられたと見られているが、官を真似て渡し、水戸を行って財源を確保し、さらには水戸の返済ができない農民を従属化させて、市営殿の工作に当てる場合もあった。市営殿の拡大によって、高知公民性が脅かされることを恐れた朝廷は、 様々な規制策を打った。延暦9年に出された魚酒の性の原因の一つとして、検問税やや不房総が強謀を持って、農民を、市営田工作に従事させることを防ぐことがあったと、され、上和9年に、市営田を理由として、打財府から告発された全部全助の中用の、事件もこの路線上にあったとされている。反面、市営田の成功は、 公営殿の拡大をもたらすとともに、その経営には、私営殿の手法が取り入れられた。公認14年に、太財府館内で行われた再海道公営殿は、短期間に終わったが、上岸4年に実施された税制改革の試みや、元業3年に実施された元業関連などにおいて、公営殿の制度が実施されている。平安時代中期になると、工作する農民の発言力や、 工作地に対する私有化の動きが強まり、エイデンの特徴であった直営方式から受け作方式へと転換していくことになった。また、イ営ンも諸子電などへの移行が進んだ。荘園高良性において存在した荘園領主の直営電である、佃はエイデンの名残とする説もある。ありがとうございます。